この時間は岡山対大阪、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの舞台はローマオリンピコ。1953年に建設された歴史あるスタジアムですが、その名を聞くだけで数々の激闘の記憶が呼び起こされる人も多いかもしれません。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。岡山 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、前線のウイング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、はい、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね、そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね、ただ気をつけなければいけないのが、前線がワイドに開くことによってできてしまう選手間の距離なんですよね、はい、パスミスだったりとか一人一人の運動量が増えてしまうので、中盤3人のカバーやポジショニングが重要になってきますよね、はい、さあご覧のようにゲームはすでに始まっております。岡山対大阪、エキシビションマッチをお届けしてまいります。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね、 そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、では立ち上がり見てまいります。荒川、長いボールを送ります。大阪最終ラインまでボールを下げる。山中、抜けます。上城、原川へ、ブルーノ・メンデスへのボール、田中危ないところでしたがなんとか切り抜けます。デューク、田中細かくパスをつないで攻め込んでいきます。これはファウルではなかったようです。乾、組み立てながら攻め上がっていく。松田、また中央へ、上城、かわいい、これはファウルです。サイドを使います。チャンスを演出できるか。収まった、フリーだ、先制。ブルーノ・メンデス。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いや、パスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、大きいですねこのゴール、はい、リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言えますよ ね。 そうですね、この後も流れに乗りたいですよね。木山、大きく縦へ、川野、仕掛けるタイミングを図る、クロスを選択、
大阪としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね、全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増しますけども、一つ懸念としては味方サイドバックの裏に上がった分のスペースができてしまうので、そこのケアは必要になりますよね、はい、まさにカウンター要注意ってことですね。そうですね、ボールはクリア、岡山奪い返します、川野、前半の14分を過ぎたところです。岡山、この前半序盤で1点失う状況について北澤さん、どうご覧になります？まだ序盤ですから焦ることはないと思いますけどもね。チアゴ・アウベス、パスの交換、ワンツー抜け出すか、どうする、田中。岡山としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。徳本、田中、徳本、もう一つ前に行きたい、ブルーノ・メンデスへ、右サイド上がっていく、ここで丁寧にボールを扱う、松田から乾、上城、打つ、もう一回、うわ、取らないですね。徳本、浜田、川井へ、縦へのボール、川野、奥野、この試合アシストを記録しています。ブルーノ・メンデス、スルーパス、ヨルディ・バイス、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。鳥海、ここは一旦バックパス、松田、松田、さあどこに出してくる、上城、来た、ミドル、金山のセーブ、長いボール縦へ、河合、川野、また中央へ、デューク、いいプレッシャー、徳本、デューク、田中、さあ左へ預けて、ここで丁寧にコントロール、クロス合わせてくるか、どうだ、ヘディング、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかりそうしていかなければいけませんよね。山中、進藤、大きく縦へ、前半29分が過ぎました。川野、裏へ届くか、スルーパスを狙う、緩いボール、クリアです。上城、ブルーノ・メンデス、
人持ち上がっていく。ヨルディ・バイス、木山、田中、徳本、田中、サイドへ、河合、ディフェンスをものともしません。サイドを使います。丁寧に足元を使う。これはどっちになる。ちょっと危険な位置で強引に行ってしまいましたね。イエローカード。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。さあこのセットプレー、ここで決めれば同点です。進藤、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ワンツー使ってくる。どうだ。さあどうする。この柔らかいパス、おいい形じゃないですか。上がる。柔らかいボール、このパスはキーパーへ。岡山としては前半このまま行くのか、あるいはある程度のリスクを犯して同点を狙いに行くのか、まあこの時間帯はそこの意識をはっきりさせないといけないですよね。まあそれによって後半の立ち上がりのプランも変わってきますからね。仕掛けるか、中に合わせてくるか。ボールを受けて来た、チャンスだ。さあ中はいる。どうだ、どうする。投げるようなボールタッチ。さあどうだ。さあ左サイドへ。さあどこに出してくる。フリーだ。チャンスを演出できるか。川野、さあどうする。これはどうだ。シュート、来た、追いついた。ここで同点。いいですね、熱い一発になりそうですね。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴール。キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。岡山、同点に持ち込みました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。山中、上城、ブルーノ・メンデスへ、右サイドへ振って奥野、上城、河合、ここは競り勝ちます。ドリブルですね。河合、さあ河合、田中、どうだ。ちょっと合いませんでした。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。見応えのある好ゲームです。北澤さん、この前半を振り返っていただけますか。岡山としては失点した後も慌てることなく落ち着いて攻撃できてましたよね。しっかりと立て直すことができたということも強さの一つと言いますよね。岡山対大阪、
ここまでお互いに1点ずつ譲り合い後半を迎えます。さあキックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。山中、乾へ、原川へ、足元大事に行きます。ミドル、こぼれた、原川へ、さあブルーノ・メンデス、鳥海、原川へ、原川へ、上城、ブルーノ・メンデス、チャンス、さあどこに出してくる、上城、サイドへ、一旦間合いを取る、ここは間合いを取る、奥のふわっとしたボール、素晴らしいパス、フリーだ、コーナーキックです。そうですね、ここで受ける、どうだ、拾いたい、田中、徳本、田中、チャレンジはしません、後ろに流す、浜田、川井、川野、浜田、原川、ゴールキックです。長いボールを振ります。ボールを下げてリズムを作るか、徳本、浜田、川井へ、縦へのボール、川野、デューク、チアゴ・アウベスへのボール、どうする、さあ右へ預けて、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。中はマイスイル、いけるか、さあどうだ、さあどこに出してくる、ヨルディ・バイス、田中、徳本、ここで前を向けるか、デューク、さあ左へ預けて、奥野、ブルーノ・メンデス、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ヨルディ・バイス、ここでファールがありました。ルーズボール、裏へのスルーパス、おー、いいオーバーラップですよ、仕掛けるタイミングを図る、中央へ、
ここはすぐ奪い返します。大阪ミドル止めた。左サイド上がっていく上条、裏のスペースを狙う、クリア。このピンチをなんとか出します。デューク、川野、原川、ここはいいプレスで奪います。ブルーノメンデス、スペースを狙う、シュート来た、勝ち越し。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。ブルーノ・メンデス、今日2点目です。待望の1点をもぎ取っています。浜田、川井、上条、鳥海、原川へ、山中、また中央へ、乾へ、裏を狙う、いいボール入りますよ。原川へ、ここでファールがありました。川井、川野、さあつながるか、さあ来たか、勝負のシーン、抜けてシュート、いやー、これはよく止めました。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ここで見せてくれました。上げる、頭だ、チェゴアウです。インポイントで合わせてきます。前線出てくる人数が多いでしょうね。チェゴアウです。今のチャンスはものにすることができませんでした。原川、一人で持っていけるか、これ仕掛けるか、ヨルディバイス、ヨルディバイスから大きく縦、チャレンジはしません。後ろに流す、乾、ドリブルで上がります。松田、失点してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。河合、長いボールを送ります。松田、また中央へ、乾からブルーノ・メンデス、これはシュート、なんと止めた。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。裏のスペースを狙う、これはどうだ、チャンスを演出できるか、シュート、再び追いつきます。チェゴアウベス、
ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。今日のゲーム見どころ満載です。このゴールでさらに面白くなってきました。精神的には追いついた側の方が若干有利でしょうかね、はい、まあどちらにしても体力的にはきつい時間帯なんで、あとはもう気持ちですよね、はい、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。川野、両チーム一歩も譲らないというこのゲーム、同点ではありますが、この終盤いつ試合が動いてもおかしくない状況です。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。松田、右が上がっていく、一人で持ち上がっていく、スルーパスを出す、中央へ、金山しっかりと抑えました。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。ヨルディバイス、さあ勝負の時間帯ですよ。徳本、岡山最終ラインまでボールを下げる、河合大きく縦へ仕掛けるか、さあどうする、サイドを使います、撫でるようなボールタッチ、ふわっと裏を狙う、このクリアボール次へつなげたい、ボールが迫る、ブルーノメンです、裏を狙っていきます、抜けてくる、シュート、金山のセーブ。いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこの難しいボールによく触りました。岡山メンバーチェンジをします。中央、ここクリアで難を逃れます。冷静に一旦戻ります。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。チアゴアウベス、裏を狙う、さあ来たか、抜ければチャンス、自分で行く、クロスを入れる、サイト、ここで笛です。2対2、引き分けです。両チームよく戦いました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。そうですね、ありがとうございます。素晴らしい試合でした。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。点の取り合いとなりましたが、結局引き分けに終わっています。